ヘッドスピードを上げる、瞬間、そこを見逃さないっていう話ですけれども、これはちょっと引き上げる動作ですね。ここの腰の、左腰の切れ上げ。これがヘッドスピードを上げる瞬間。これはね、瞬間しかないんです。このチャンスを見逃してはいけないということですね。それはここの落ちた瞬間、この瞬間が、まあ、刹那というか、チャンスというか、そういうヘッドが降りる瞬間が、ここが勝負です。ここで切り上げる。ここでスピードを一瞬にして上げていくというのがトレーニングになります。この瞬間のチャンスを見逃さないというか、そこで一気に足腰を切り上げて、腕に伝えて、上に引き上げる。このブランコを漕ぐ瞬間というかね、下がる瞬間に上げる。そこをね、存分にスピードを上げる練習としては、このように左足、まあこんな台高くしなくていいですから、打つ瞬間にこういうふうに自分が上がるということですね。打つ瞬間、この瞬間を見逃さずに蹴り上げて乗るように、上に上がるようになります。これができるとイメージですね。ですが、タイミングというものをつかめる。これ瞬間しかないんですね。この瞬間を見逃さずに、一気に切り上げる。このようにですね。そうすればフォロースルーで、速度がですね、倍というか何倍にもなるということが言えます。左腰を切り上げる、フォロースルーで飛ばすような感覚、このイメージでヘッドスピードを上げる練習、瞬間です。やってみてください。札幌のゴルフスクール、原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、ほぼ毎日夜9時にアップしております。最新動画見逃したくない方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。